まず英文会見入門なんですけど、えー、いわゆる目次をちょっと見ていただきたいんですけどまず今日はチャプター1と2をやりたいっていうかやる予定ですで次回345というふうに進んでいって特に重要なのが チャプター3と4で,す、ね、で最後に6と7はやらないんですけど実は。で8と9をやってチャプター8と9をやってで少し10をやるっていう感じですかね。 入門はねだから前半にポイントがくるんだな一番重要な3と4チャプター3と4ねまあでもチャプター1と2も当然重要ですからでちょっと1ページを開けていただいて Let's dive in やってみましょう今日はまず全く簿記のやったことない人も含めてですねこの資産と 負債と資本について何なのかっていうのをやってみたいと思いますまず1.1をちょっと見ていただいてこの簿記と会計の違いについて一応おさらいをしとこう簿記っていうのはブックをキープするっていう意味で毎日取引されているものを記録するんです記録取引は英語で transaction って言いますけど でこの記録作業をする人のことを「ブックキーパー」って言います。ね買いました支払いましたとかさ売りましたで会計っていうのは表を作る人のことを言います主にまあ一人でやってる場合もあるけどね小さい会社だと今コンピューターソフトも発達してますから入力すると全部できちゃうみたいなね そうすると、まあ、兼任みたいな形になるかな。ブックキーパーとアカウンタントみたいな。でも、細かく言うと、こういうふうに分かれてるわけ。で、表のことを財務諸表って言って、n c i a l s t a t e m e n t って言います。そこ書いてあるけど。And look, it's a plural. 複数形です。表はいくつかあるの。Not just one.That's why it's not singular. 単数ではありません。 c h chapter f o u 4でやりますからさて今日重要なのはねこの1.2よ。実はこのブックキーパーが買いました売りましたっていうのを入力するときある一定の法則に基づいてやるんだけどそのある一定の法則に基づいてやるときに重要なのがこの3つの三つのエレメントです要素。1つつがが資産でで負債で 一つが資本ですまず資産資産っていう言葉をよく聞くと思うんですけど英語でアセットっていいますアセットで通常複数ありますから複数形になってますで資産っていうのは所有しているものでお金の価値のあるものですまあ現金なんかそうだし商品商品ねえうちの会社で今売ってる商品 ビルを持っていたらそのビル設備などコンピューターもそうだなこういった家具とか机もそうだ備品関係とかね目に見えるもの触れるもの以外も資産になるよ例えば何知的所有権例えばパテント特許とかさコピーライツパテント特許コピーライツ 資産っていうのは触れたり見,見れたりする以外もお金の価値があって所有していれば資産になるんですでも代表的なものは手元にある現金車トラックビルディング土地ファーニッチャーねこういったものですでも目に見えない権利関係そういったものもあるよ さてライアビリティというのは負債です負債は借金のことを言いますね主にで実際は負債というのは借金と思っていいんですがそれだけじゃない返済義務のあることを負債っていうんです口頭による約束いわゆる返済しますよっていう約束についてはその2ページの一番上に書いてありますけどアカウンツ・ペアボって言います もし紙に書いていついつまでに支払いますよって書いてあれば Notes Payable になります一番上にページの英語で言うと Notes Payable が書面口頭が Accounts Payable ですでね注目していただきたいのはこの負債を表す時全部じゃないですけどほとんどのケースこうやった Payable っていう単語がつきます返済しますよみたいな ペイは払うじゃん。Payable。Payable。で、資本はどういうものか。これはね、読んでみよう。所有者の持ち分のことを言います。例えば、今日主にカバーしていくのは個人事業,事業主で、s o l p o p r e r s h i p っていうんですけど、所有者の持ち分をキャピタルと言います。 株式会社の場合ストコールダーズエクイティなんて言うんだけど要はこういうことようちの僕の唯一の資産はこのビルで10億円ですと負債は3億くっついてるから私の持ち分はいくらよ7億になります7億アメリカ人なんかはこれ一般の会話の中ではキャピタルと言わずにエクイティっていいますねエクイティ エクイティっという単語をよく耳にすると思うよ。マイエクイティとかさ。これも持ち分という意味がある。でも会計等式の中では正式名キャピタルだから。同類語としてエクイティがある。マイエクイティー is one million っったら俺の持ち分は100万ドルだっていう意味です。I have zero equity?It means 持ち分はないってことです。 チャラだってことですね。I have a negative equity.My house is a negative equity. 買った時の値段より値が下がっちゃって住宅ローンの残の方が大きいことをネガティブエクイティって言います。通常。アメリカ人友達がいるとひょっとしたらそうなってるかもしれない。経済状況が悪くて買った時の値段より自分の家、マンションの値が落ちていてそれより残。 住宅ローンの残が多いとネガティブエクイティネガティブネガティブエクイティなんて言いますさてポイントのところに飛んで2ページノート飛ばして実はブックキーパーはねこのアセットイコールライアビリティプラスキャピタルを 崩さず入力しななきゃいけないけ必ずこ会計投資機って言ってすごい重要なの A=L+C で覚えるんだけどアセットは必ずライアビリティプラスキャピタルで入れていくんだけどちょっとやってみようゼンポーである会社には10万ドルの資産と2万ドルの負債があるとしますでその場合今どうなってるかっていうとその会社総資産10万で負債が2万ですからキャピタルは8万です もし次の取引が8000ドルの負債の返済をしたとすると3ページ見てアセットの中から現金が8000減るから9万2000に減りますしかしライアビリティも同額減ってるんでキャピタルは動かないこのようにいい必ずブックキーパーっていうのは 崩さず入力しななきゃいけないけ会計等式がイコールになってないといけません一つの取引が終わった後とでそこでちょっと1か月やってみようよそこでまず Example2 見て A=L+C を作っていきますから4ページ5ページでで実はこの3ページに書かれている内容が4ページ5ページにも書かれてるんで 4ページ5ページにジャンプして一緒にこの教科書で見ていこう。あゆみさんは4万ドルを出資して自分の会計事務所を立ち上げましただって。